長井九一郎大正2年1月2日は、日本の監視陣、官僚、文部省、内務省、帝国大学などに勤め、後日本優先に転じた。聖四義。意味は、強圧島また、恩、字は、白梁、大保、号は加減、雷青。九一郎は通称、長井家風の父である。縦分けを許された、五能長井家に生まれた。 終わり藩に仕え、儒学、徘徊、茶道に通じる子孫が多かったという。父は、鳴尾長井家の十一代目、京武氏。官務兵士領権流を探しの初屋である長井氏の、冒険で、親、イタスを外する、鳴尾長井氏の後栄である。旧一郎の詩集、ライアオ各衆によれば、鳴尾の長井氏は、長井直勝の書し、正直に始まっている。はじめ千田軍代。 高村長寿寺の和室商人に学び、12歳の頃から漢詩を作った。ついで、終わり半ァン・和室軌道の塾生となって、寿学を治め、また漢詩を森春闘に学んだ。1868年、新政府に招かれて、京都へ赴く軌道に従い、翌年の東京天都の後は、市と共に、駿河台、西勝坂の感舎に住んだ。この東京遊学の前、 カトコを自定陶器サブロウに譲っている。名古屋藩の更新生となって、大学南港、三作臨省の塾、慶応義塾に学び、翌年判明により、アメリカに留学し、英語とラテン語を収めた。八百七十三年、帰国し、翌年から、公部省に登省し文部省九等出資、同意務局勤務、そして八百七十五年、書籍関係博物館、 勤務、八動出資博物館書籍館長補として、それらの創設に努めた後、1877年、東京女子師範学校3等教育喧嘩時。この年、市、喜道の次女、久氏を妻とし、東京市小石川区金富町の家に住んだ、エ川カまたは、ライアオカクを称した。1879年内務省衛生局、御用係、 翌年衛生局統計課長、1884年、日本代表として、ロンドンのバンコク衛生博覧会に臨んで、後ヨーロッパを視察し、翌年帰国後、衛生局第三部長。1886年、帝国大学初期間。並行して、協立女子職業学校の創立に関わり、校長代理や漢事役を務めた。1889年、 文部大臣の首席秘書官、翌年文部省会計局長兼参事官。1893年、文部書機関高等官三党。この年、金富町の屋敷を入り、麹町区内の借屋へ移った。1897年、文部省を辞し、西園寺金持、字、伊藤博文、加藤孔明らの圧戦で、日本郵船上海支店長となり、単身赴任した。 夏に家族が訪れた。上海在勤中は在館中疎遠にした監視に再び打ち込み、彼の地の詩人等と進行した。1900年横浜市店長に転じる時の別離の縁は盛大で、花向けの詩は44人の182種に及んだという。この1900年の秋、牛込区大久保与町長に家を構え、再びライアを書くと称して屋内を 中国風にしつらえた。1911年、退職し、監視に徹した傍ら、翌年、維新資料編3会委員を引き受けた。1912年12月30日、盆栽を雪から守ろうと庭に降りて、脳一血で卒頭し、年を越した1913年1月2日に没した。個人は宗教を持たなかったが、葬儀は牧師によって行われ、 雑誌が矢墓地に葬られた。1878年に溶接した長女のために、旧一郎が構えた墓所である。右より、総吉、常、旧一郎、伊三郎、定次郎。ありがとうございます。